でメインジョブをガンガン進めていきたいところだけど、一旦アイテム整理とかをして、なんかたくさん敵の遺品回収で、敵からの遺品回収でいらない武器をたくさん持ってたんで、でインプラントにお金を使いすぎて所持金めちゃくちゃ減って、これじゃあビクターに借金返済できないから、まあいらないものをとにかく売ったんだけど、まあそれでも2000ユーロドルぐらい。武器はなんか3丁持ったら切り替えにくいんで、まあ、コントローラーで遊んでるからなんだけど、必要最小限にした。今アンコモンとレア武器、これレア武器だったんだね、まあ強かったし、あとは拾った LMG を装備してて、結構重量には余裕があるな、今240/46で。で、服も適当にちょっといいものに、着替えて、で、動画のコメントに、知力とかを上げておくと、今までもあったけど、人との会話の時に、なんか選べる選択肢が増えたり、あとは戦闘を回避できるようになる選択肢が新たに生まれたりするらしいんで、ちょっとそれを参考にして知力と技術をメインで上昇させていこう。まあ戦闘はね、自分のスキルでなんとかするしかないわ。そんなところかな。でまたしても誰だっけな、レジーナ・ジョーンズだ。この人からめちゃくちゃサブジョブ依頼されてくるから、で今いる場所サブジョブ近くにあるんだよね。結構前に依頼されてた、どれだっけ、あこれか、これやってみようかな、超近くだ。ネットランナーさん、これ強引にいける。おっす。マグからここであるものを受け取れって聞いたんだが。あなたピーね、デーモンを取っておくよう言われたの。第三世代のデッキならどれでも使える。男かと思った。ミリテクのパララインを持ってるから行けるはずだ。いいの持ってるので、駆け出しにしては。デーモンはいつでも大歓迎だ。アクセスポイントがあるからここでも試せるわ。まあ気が向いたらね。シムソフトとかサブルーチンが抽出できるかも。何にしても試してみるべきね。ピンが売ってると、クイックハック系のバフアイテムでしょこれは。ちょっと使ってみないとよくわかんないんだけど、この辺はいろいろあるから。ああそうだ、今つけてんのがどこで見れるんだっけ、これか、カイロショートだから、もっと強力なやつ欲しいよな。とりあえずこれを買ってピン、はい、クイックハックの装備。なるほど、じゃあここに来ればいいのか、クイックハック系のモジュールが欲しくなったら。クイックハックは、そうそう、これで、ああなるほど、改造パーツを装備できるその基盤となるのがサイバーウェアか。ベースラムとかバッファサイズとかスロットとか書いてあって、これ2スロットだから今改造パーツを2つ付けれるんだね。カイロショートは付けておきたいな、これでいいか、スロット2つじゃねえ。でちょっとこれで実験しますと、
あれあれ、あ、繋がった。これ、ん？間違ったな。間違った、間違った。ちょっと待って。はい、OK。まあ、こういうふうに、今、ピンを使ったから連携されてるデバイスが特定されましたと。どういう時に実用的な場面が来るかは分かんないな。で、次のサイドジョブが、なんかこれもレジーナ・ジョーンズからなんか依頼が来てたんだよな。これか。アナ・ハミルという人物の捜査をやめさせる。この人警官らしいんだけど、まあ、なんかなんだっけな、やりすぎちゃったから、ちょっとここにはもう説得をして手を引いてもらおうみたいな、そういう任務だったはず。あ、情報、アナ・ハミル本人を探す前に情報収集してもいいと。さっきのマーケットで。おいしょっと。なら情報を。あ、聞ける。この女性を見たことは？うちは飲食店だから、人探しなら別を当たって。もういい？飯食ったら教えてくれるってことないかな。腹がグーグー言ってる。メニューを見せてくれ。ん？ん、そうでもなさそう。うん、他の人から聞こう。あれ、無反応。何か用？人を探してるんだけど、このアイコンがついてる、お前も損得だけで動くんだろう。アイコンがついてる人は何なんだろうな。ぶっ殺しちゃっていい人なのかな。俺に構う。はい、情報を持ってそうな人。100ユーロドル札を崩してくれないか。話しかけない方が良さそうな人たち。どうしよう。あ、この人。この女を知らないか。30ぐらいで、あんたより少し背が低い。この辺りによく来るって聞いたんだが。ここは歌舞伎だぜ。人は溢れてる。生意気な連中も溢れてるのか。ああ、まあ。生意気な連中は警官のお世話にもなってるだろう。彼女も知ってるか。どうだろうな。それはあんたがどれぐらい買い物に金を使うかによる。なるほど。あんまり金使いたくないんだけどな、今。これにしてみよう。タイガークローズの縄張りで商売しといて。警官をかくまってるのかよ。そんなわけねえだろ。分かった、信じるよ。でもクローズはどうだろうな。連中は嘘つきの指を切り落とす。時には指だけじゃ済まないこともある。分かった、分かったよ。その女は近くのモーテルに泊まってる。ほら、あそこだ。アナ・ハミルと対決するレジーナ・ジョーンズからの話では、ま、うまいこと手を引いてもらうこともできるかもねみたいなこと言われたけど、あ、これ金払わないとダメなんだ。なんとかうまいこと手を引いてくれるといいんだけどね。住民、あ、メッセージが来た。あ、今入り口でもうお金支払ったから泊まれますよってことか。入り口決済のハイテクモーテル。
これハッキング。まあしたってしゃあないな。いたずらになるだけでも。市民、まだ上の方にいるな。これは、あ、ユーロドル。こんなとこに消火器。この部屋ね。こういう時に外側から何か見れたりしないかな。こう30、ん？待ってよ、203って言ってたよね、あなたの部屋は。ちょうど真下だな。こっから真上を盗聴できたりしないかな。なんかできそうな気がする。うん、いい部屋だ。なんでユーロドルが置いてあるんだ。あ、ロフトっぽいスペースがある。ベランダだけどな。コーヒー、あ、服、破けた服。これにちょっと接続して、おお。ああ、これはユーロドルが獲得できるかもしれない。ハッキングか。これなんかまだ慣れないんだよな。待って、一番レベルの低いやつしかできなかった。あ、もうダメか、これやらかした。ちょっと最初にじっくり見てからハックしないとな。下の部屋からはどうにもなんない。じゃあもう、待って、武器を切り替えて。ん？技術ポイントが足らないと。マジか。ちょうどさっき別のスキルにポイント振っちゃった。え、どうしよう。じゃあそれあげないとこの部屋入れない。そうか、ベランダから、あ、これも不法侵入だけど。あ、いける、よっしゃ。ちょっとどこから入ってきたのあんたってことになるけど。と、誰の依頼だ、名前を言え。飛ばしちゃった。代わりに俺のを教えてやろうか。ふん、かかってきな。これもう家やるしかないじゃない。はい、うん、有効的にはなれなかったね。うん、すでに揉めてたんだよね、この人は。はい、で無力化したんだけど、なんかこれ心配だな。右のジョブ進行してないぞ。無力化したぞ。え？あ、今した。気絶してたの今。ちょっとエリアから離れるってあったけど、アイテムは回収しちゃって。これはなんだ、ニコーラ。で、こっからバレないように退却した方がいいか。コンピューター。まあまあまあ、俺は何もしてない。
エリアから離れる。よし、離れよう。おや？弾めっちゃ溜まってるな。あ、ここは開けれる。お、いろいろ入ってんな。プロスペクター。はい、銃声聞こえてたこれ普通に。いや、離れよ、早いとこ。はい、オッケー。結局やっちゃったぜ。いい、残念ね。あなたならもっと違うやり方で解決できると思ってた。力が全てじゃない。もう行っても遅いけどね。とりあえずお疲れ様。そんなこと言ったって、相手が銃向けてきたんだもん。どうしようもないじゃん。まあ、金は結構もらえたけど。じゃあ、あとは、これは金貯めないといけないでしょ。これなんだっけ、忘れた。これはちょっと難易度高そうでしょ。これは待つやつでしょ。これも難易度高いでしょ。これはご近所トラブル、パチンコ店、行ってみようかな。ここだ。ホテルってなってるけど。あ、パチンコ店に近づくだから。あ、門番だった。滝剣持ちを無力化する。ほら、燃えろ燃えろ。なんだなんだなんだ。行って、あ、間違った。回復。もう一人。あ、見えん。オッケー。自分だけがしんどいと思ったんだ。どうでもいいっすよ。はい、いただきと。クレードは上がるのかこれで。タニアクロニクルズ。あ、こいつが。ノワキ、ノワキっていうこのアサルトライフルめっちゃ見るな。じゃあとりあえずこいつを抱えて、緊張トラブルを強引に解決しちゃったけど、フィクサーの車まで運ぶ。通報されたら捕まるぞ普通こんなの。よいしょっと。はいはい、オッケー。あら、ずいぶん大きなネズミを捕まえたのね。とどめを刺さなかったのは少し意外だけど、害獣がいなくなれば文句はないわ。仕事完了よ、ご苦労様。ああ、死んだと思ってたけど。そっか、最初ハンドガンで撃ってたからワンチャン気絶してたのかな。まあまあまあ、
さっきこの LMG 初めて使ったけど、これもなかなか強いね。1段階だけアップグレードしたんだけど。で、じゃあメインジョブやろうかな。まあうまいことメイルストロームもミリテクもはめた？いや、メイルストロームの場合ははめられた側だけど。あ、奪えない。ミリテクの金は勝手にいただいちゃったし、悪いやつ。おっと、これは殺人現場でもないけど、まあどう見てもリンチされそうな現場だよなこれ。助けてあげようか。危険エリア。グレネード。さあどうしようかな。ちょっとピンを。あ、なるほど、これで全員ハイライトされましたと。されたのはいいんだけど、無力かね。5人いるんだよね。ちょっと何人か向こうに誘導できないかな。はい、ちょっとハイライトされない。 OK、 かくらん。一人しか反応しなかった。ていうかこっち向いてるやつは多分いない。あらら、際どいな。あ、際どい。これグレ投げたらみんな死んじゃいそうだしな。どうしよう、これステルス無理くねえか。うまいこと一人はやれたけど、反対側に回るかこれ。ちょっとマップ反対側に回れるかな。反対側回ってみよう。見てる？俺は強引に行く。見つかった。ちょっとなんだ。こいつ高速移動してきた。この人何のんきに歩いてんの。まあまあまあ、とりあえず。あなたは命の恩人よ。これは証拠品。はい、クレド上昇。一人死んじゃってるけど、バット持ってるし、もらっちゃおう。あ、バットか、装備してみようか。あ、バットの方が強いわ。おお、なんかロッドみたいの持ってなかった？ドイツか、気のせい？そういうインプラントでもしてたのか。あ、違う。このバイクは、あ、乗れちゃう。お？
ってた。またこの変なメッセージ。現代ならスパムって言われるぞ。じゃあバイクをいただいてアフターライフに行こうかな。回復アイテムめちゃくちゃあるから全然乱用していいな。さてとこれ帽子ダサいな。うわ、かっけえ。危ない危ない。